はい、この時間はゲストの方に新興市場の話題についてお伺いします。今日は大阪と電話がつながっています。内藤証券投資調査部の浅井陽三さんです。浅井さん、よろしくお願いします。あ、こんにちは。今日もよろしくお願いいたします。まず今日のマーケットなんですけれども、はい、まあ、プライム市場も決して全面高ということではないのですが、プライム堅調でグロース市場は下落ということなんですけれども、はい、どんなふうにご覧になってますでしょうか。はい、そうですね、日本の方はですね、米国市場の方はナスダック指数とかも結構強くて、大型小型含めてグロース銘柄結構お戻り歩調が続いてるんですけども、はい、日本の方はグロース市場の方はなかなかこう戻らないと言いますか、横ばいがちょっと続いている、全体で見るとですね、という形なんですけども、アメリカの方は多分ナスダック市場が強いのは出遅れ感、もともとその政策金利のずっと引き上げられてきて、金利高かったところに、ここへ来て、金利がちょっと市場金利が低下してきたということで、そういったところから金利低下、そしてで、反射的にといいますか、そういったグロス銘柄の方に資金が向かっていると。日本の方はもともとずっとこう日銀が低金利維持していたわけなんで、そのもともとそういった米国の動きはないということですね。あと主力銘柄、自動車なんかもそうなんですけども、想定よりも今期見通し強めのを出している企業が結構あるということですね。東京エレクトロンなんかも昨日発表ありましたけども、今年はちょっと後半良くなって、来期は前の良かった期をより上回るよみたいな感じのいい見通し出してきましたんで、売られた後、高くなってきているということで、主力市場がちょっと資金が流れていると。で、世界的に景気の先行き懸念もあるんで、経営基盤の弱いグロース基盤企業にちょっと行きにくい面もあるのかなという気もします。どうでしょうかね、グロース市場の銘柄も、はい、決算で個々に買われたりはしてるんですけれども、全体として復調してくる、そういう展開というのは期待持てそうでしょうか、どうでしょうかね。そうですね、決算の内容次第だと思うんですけども、ある程度一部といいますか、プライム市場の場合は指標となる銘柄とかははっきりしているんですが、そういったグロース市場の方もそういったところの、業態はバラバラなんで、ちょっとこう流れに なるかどうか分かりませんけれども、そういう見通しが結構いいのが出てくればですね、若干ちょっとそちら の出遅れ感から資金が流れ込んでいくという場面もこれから出てくるんじゃないかなとは思いますね。わかりました、はい。では今日も、盛りだくさんでご用意いただいてますので、そうですね、お話お願いできればと思います。ですね、まずアメリカの消費者物価指数と生産者物価指数が発表されまして、あと市場予想を下回るような形で、低下してきたということで、これを受けてですね、これどういうふうに見るかというのがありますけれども、金利低下という形で、株式相場にとってはプラス、特にグロース市場についてはプラスになってくるわけなんですけれども、一方で景気の減速懸念、景気の後退懸念なんかもありまして、不透明感もあるということですね。アメリカの地銀の経営の不透明感なんかも、今回出てきているということです。で、市場債券の利回りは、かなり下がってきています。で、次のですね、ニューヨークダウの雇用株も最終平均、主力大型株、大型の景気敏感株はちょっと頭打ちになっているんですけども、大型グロースの方が買われているということで、あと、金利低下ですね、緩やかな金利低下ということで、緩やかなグロースシフトというのがあって、ナスダック総合指数の方は戻り歩調、直近の戻り高値を更新してきたという形であります。まだ戻り余地がありそうなチャートになってますけども、それから半導体株指数なんかを見ていきますと、こちらの方は、エレクトロンの決算なんかでも46ないし7区でボトムで、メモリの回復がちょっと遅れるけども下期の方が良くなるということで、半導体製造装置の新規受注なんかも上期は前の下期比で 26% 減少で、今年の上期予想と下期予想を比べると 20% プラスになってくると。で、なんて言いますか、去年と比べるとですね、去年の下期と比べると今年の下期良くなるといっても、1割ほど低下するんですけども、その来年ですね、来期になりますか、今から言いますと、
来年は最高だった去年よりも上回ってくるという見通しというのが発表されました。半導体株指数の方はですね、ちょっと頭落ちになってますけれども、これは先行して大きく戻った反動だと思います。それからもう一枚、 WTI の原油先物相場とか同先物相場がちょっとピークアウトしてますね。こちらの方は世界的な景気減速懸念、中国なんかもちょっとまだはっきりしてないところもあります。それから日経平均株価ですけれども、こちらの方はご覧の通り週足ですけれども、ずっと順調にですね、戻り相調が年初から続いているという状況です。日足の方はもう一枚の方ですけれども、こちらの方を見てみますともっとはっきりしますけれども、22年8月17日の 29,222 円なんかを上回ってきたということで、徐々に需給面でもかなり良くなってきて、買い戻しプラス前の高値の戻り売りを吸収した分で軽くなっているというふうな状況にあります。新高値新安値銘柄数はご覧の通りで、これ一部プライム市場の方ですけれども、今日の前場段階で新高値が192、新安値が40と、非常に新高値の銘柄数物色意欲旺盛という形がここに現れているわけなんですけれども、ここからちょっとマザーズ指数でちょっとずっと長く取れるんで見てみますと、昨年の指数算出開始始まったところに、グロス指数は去年ずっと前半下がってましたんで、下がった後ですね、なかなかキャッチアップできないと、去年の年末にかけては戻したんですけれども、その後、今年についてはですね、横ばいになっているという状況なんです。一方でプライムとかスタンダード指数の方が先行しているという状況にあります。これをプライム基準で見ますと、プライムを100としますとはっきりしますけれども、スタンダードが強いと、このスタンダードが強いというのはやっぱりそのバリュー系がとか出遅れ物色がを象徴しているという面もあるかと思います。でグロースとかマザーズ指数とかはどちらかというとその中断といいますか、戻ったところで持ち合っていると、出遅れているところで持ち合っているという状況なんですね。でグロース指数の騰落レシオなんですけれども 84.4、これは直近の段階ですね、これは昨日の段階ですけども、プライムなんかは124という過熱圏で推移して強いのにもかかわらず、一方でですね、マザーズ指数はおとなしいままという状況です。ボトム圏に近いような状況で、もう一枚いきまして、新高値新安値銘柄数を見ますと、新安、今日は前場段階で新高値が12で新安値が25というところですね。非常に物色もさほど広がらないような状況にあります。一部と比べますとですね、非常にちょっと低水準という感じで、ちょっと一部の方に人気が集中しているという状況にあります。業種別の株価指数の動きを見ますと、内需系を見ますとやっぱり陸運建設不動産というところが非常に強い、特に建設強いですね。ということで、そのもう一枚いきますと、そうですね、こちらの方ウォーレン・バフェット氏効果で、卸売が強いですし、あと素材系の鉄鋼とか、銀行もちょっと弱い目ですけども、鉄鋼とかですね、非鉄とかも弱いんですね。こちらはやっぱり、景気減速懸念でちょっと足踏みというところで、物色がちょっと違うところに行っているというのもあると思うんですけども、一方でこの輸送用機器とか機械、この自動車とかですね、ロボット関係とか、そういったところなんかがちょっと上向いているという状況にありますというところですね。はい、それでは続きまして、グロース市場、個別にお伺いできますでしょうか。はい、今日はですね、昨年6月、なぜ6月かというと、マザーズ指数がボトムを付けたのが6月だったんで、6月、去年の6月以来の高値を更新した銘柄に加えて、直近売買高急増した銘柄から、ちょっと絞って選んでみました。で昨年6月以降の高値を直近5日間に更新した銘柄、もしくは当時の売買代金が5日平均の 1.8 倍以上に膨らんだ銘柄というところで、その中からですね、21年以降の安値から23年高値までの上昇率が 150% 以下ということで、2.5 倍以下の銘柄をピックアップしていました。売買代金もそこそこできているということですね。でいきますと、ご覧の通りなんですけども、情報修正した銘柄も結構多くて、エイミングなんかはこれゲームスマホゲームの制作配信の企業ですけど、もうドラゴンクエスト関連のソフトとかですね、あと影の実力者になりたくてとかいうマスターオブガーデンというのが好調に
想定よりも好調に推移したと、落ち込みを見てたのが好調に推移したというのもありました。で、GMO フィナンシャルゲートですね、こちらの方はクレジットカードとか電子マネーなどのキャッシュレスのですね、まあ、なんて言いますか、機器とか関連の機器とかを販売している会社なんですけども、小売りとか飲食店向けの対面決済に使われているということで、こちら5月11日に、こちらの販売好調ということで、サービス売上も増加しているということで情報修正しました。それから豊雲っていうのは、こちらの方は業務用のクラウドアプリですね、サイボーズのキントーンとか、あとは安否確認サービスとかのクラウドサービスをやっている会社なんですけども、こちらの方も、こちらの方月次売上高が3月は 126% という、まあ、前年同月で 26% 増ペースということです。まあ、去年よりもちょっと、去年4割ぐらい伸びてたんですけど、ちょっと低めですけども、もう好調続いているということですね。チームスピリットはこちらは、こちらも勤怠管理、経費精算とかのクラウド関連ソフトを提供している会社であります。ウェルビー、こちらの方はスマホアプリを介して患者が記録した血圧とか血糖値などの医療関連データをですね、医療機関と共有するようなサービスをしている会社であります。あと製薬会社からの医薬品とかに適用したですね、アプリなんかの作成とかですね、そういうのも受けているという会社ですね。そういった関連の会社、あと J タワー、こちらの方は携帯電話のですね、屋内電波対策用の共同施設を携帯の会社、携帯会社に提供している会社でありまして、こちらの方も情報修正してまして、販管費、見込んでいた販管費の後ずれなど、まあ、ちょっとテクニカル的な要因で情報修正しています。あとジモティ、こちらの方は売ります、あげますとかですね、あとは、アルバイトの募集とかメンバー募集とか、そういうのを地元でのマッチングアプリです。目的やカテゴリーに応じて、マッチングさせるアプリを掲示板をですね、運営している会社ですね。こちらの方もとかですね、あとは、まあ、2枚目いきますと、キオラーニング、こちらの方はオンライン講座スタディングを運営している会社で、スマホとかタブレットで、まあ、資格を対策講座を受けることができるという会社です。いつもっていうのも情報修正しています。こちらの方は企業の電子取引の構築とか運営配送、こちらの方が非常に好調ということで、情報修正しているというところで、まあ、こういった銘柄なんか新興市場ではちょっと注目したいなと思います。わかりました。浅井さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。失礼いたします。